YouTuber が撮りますよ。今、ジャミーズ部が訪れているのが広島です。これまであのツアーでは、まあ、2日間滞在できるってなかなかなかったんですよね。こちらのね、ジャミーズ部で、まあ、実はデビュー前に、旅行したことがあって、うん、そうそう、夏休み、夏休み、夏休みですね、まあ、ぐらいですね、旅行をやったんですよね、はい、ご実家にお世話になりまして、結構ね、突然ね、あの決めた感じだったんですよ。あの実家で川の字で寝てたよ。4人だった。4人だった。川じゃないかなけど、そうそうそう、だからあのスティーブの昔のアルバムとかね、なんかあのビデオとかね、昔の合唱のとか、さあね、結構楽しかったね、いろんなの見て。今すごく恥ずかしくなってきたけど、そうなんですよ、そうそうそう、仏壇がそこにあるところで、あの寝てもらって、布団敷いてね、ちょっとした、なんていうのかな、あの初期の合宿的な合宿でした。実際なんか、なんかの練習してなかった、ストレートとかやってましたよ、ね、ああ、はいはいはい、リビングのテーブルに譜面を突き合わせてリハーサルしてたと思い出して、まず東京から結構朝早く出発して、うん、で康次郎はその時にうちに泊まってた、泊まりました、ね、朝一の新幹線で出かけて、まずお好み村に、うん、あ、そうですね、はい、ね、あの本番もなかったので、うん、食べれるで食べて、本通りってあのさっきの、うん、商店街、うん、アーケードを通って原爆ドーム訪れて、うん、そう、そこから宮島に行ったんですね。そう、かなり詰め込んで、印象的だったのは瀬尾さんの実家のあの、うん、あの玄関のさ、はい、そうそうそう、思い出した、ジャミンゼブコーナー、そうなんですよ。あれ今どうなってるんですか。今もっと増えた、進化してあれ差し支えなければぜひちょっとね、お見せしたいところですけどね。僕たちはシマウマ御殿っていうのに、そうそうそう、もはや呼んでるんですけども、そこがとんでもないことになってたんですが、15年経っているわけですもんね。必ず 4つ揃えてる、それがね、並んでいたり、ジャミン美術館、そうそう、あの、そうそうそう、シマウマ美術館とか、はい、広島のね、ちょっと大変、ちょっと今ね、カオス今カオスに、There's an idea that human beings think like computers, but we really don't. On a social level, you can choose what you bring in, what levels you raise and what you don't. So every day we can, you know, make peace on earth. It takes thought, it takes thinking about what you're going to say, but it's doable.桜が咲いてる時は、まあ、本当に時間が何だろうかなと思って、うん、あの15年間は早いんですね、あの桜がちょっと咲いてるみたいな、ちょうど今ね、あのジャミンゼブが15周年イヤーということで、振り返ると何かね、積み重なったものを感じますね。そうですね
every step we take today, so every little thing. あ、難しかったかな。そうでもない。曲のまあキーワードというかね。あ、そうですね。一日一善がそこに。そうですね。一つ一つ何かできることを積み重ねていくことで、ね、尊いものがなんか実現するってね。世界平和ってだけじゃなくて、まあ、自分たちの生きざまにもなんか全てなんか繋がっていくんだなっていうふうにね。思ったりするところですね。そうです。